やばいぜマイズル、やばいぜマイズル、森本隆史なら公開る。今日は2022年の11月23日水曜日、勤労感謝の日です。もう働いてる人たち皆さんお疲れ様です。いつもありがとうございます。働いてもらって、まあ僕も働いてるんですけれども、まあ今日も休みなんですけれども、会社に出社してこれ動画を撮っております。21日にすいません、10時からプレミア公開というのをやりますとお伝えしたんですけれども、すいませんできずに申し訳なかったです。もうくったくたに疲れてましてですね、いつもならできる量のこの編集ができなかったという、ただそれだけのことです。はい。であとね、ちゃんと動画は撮ったんですよ。動画は撮ったんですけれども、まあ結構ね、疲労困憊の中でですね、動画撮影をしたもんで、かなり言っちゃいけないことをですね、めちゃくちゃ言うてたんで、もうどうしようかな、このまま放送しようかなと思ったんですけど、まあなんやろ、いやさすがにこのまあいつものぶっちゃけてる僕がやばいよなと思うような内容でしたんでですね、まあ急遽そのね、直前までこの編集をやってたんですけど、なかなかこう家のパソコンで編集してたらちょっとね、なかなかダウンロードできなかったりとかですね、まあそういうトラブルができまして、放送できませんでした。すいません。で、もうそれでクタクタになってですね、まあ火曜日ももうちょっと編集できずにですね、今日に至ったわけですわ。はい。で、ちょうどね、その22日に川端さんが来てくれてですね、皆さん前のお礼の動画を撮りましたんで、まあ、それをこの23日水曜日の10時にこれアップしてる感じです。はい。だからこの動画見られてる方はもうすべて川端さんの見てもらってると思うんですけれども、はあ、選挙はこういう残念な結果になりましたけれどもですね、まあ川端さんはもう非常に得たものが多かったと、また次も頑張りたいというふうに今は言うてはります。はい。でまあもう今日はまたこれから通常通りに放送また開始していきますんで、引き続きよろしくお願いします。でプレミア公開っていうのはもう編集するのを諦めて、あまりにもこのカットする場所が多すぎたんで、もう撮り直します。はい。シナリオをちゃんと書いて、言っちゃいけないこともあるんで、はい。さすがにこれはあかんなっていうことがもうあるんで、ちょっと言葉を選びながら、カンペ見ながら、やりますけれども、もう、ほんまに、それをね、一応土曜日に公開するつもりなんですよ。はい。もう、言っちゃいけないことのギリギリまでこれ喋りたいんで、ちゃんとカンペ見ながらね、喋ります。はい。だから、土曜日のですね、まあ、プレミア公開は、楽しみにしておいてください。結構面白い内容だと思います。うん。でもあれですわ、選挙は盛り上がりましたよね。面白かったでしょ皆さん、これ今回の選挙。まあいつものね、市議会議員選挙なんていうのも誰もまあ興味ないような感じでしたけれども、今回は面白かったっすよ。うん、すごく盛り上がった。まあね、確かに投票率はこれ下がったんですけれども、まあそのあたりも含めていろいろ分析しました。はい。その分析した結果がですね、まあ土曜日の公開やりますんで、お願いいたします。もう見てください。楽しいと思いますよ。まあ、でも面白かった。選挙面白かったっすわ。ああ、川端さんね、まあ負けたけど、まあ、うん、二人とも十分楽しんだ。というのは正直なところです。まあもちろんね、舞鶴市民のためね、舞鶴を変えるために私たちこれ頑張ってるんですけれども、うん。まあこれはどうなんやろな、まあ男としての差がなのかもしれませんけれども、やっぱこうさ、選挙って一回やったらやめられへんよって、まあ過去に聞いたことありますけども、まあ楽しいとは思いますわ。いろんなこと考えていろんな風にやっていくっていうのはね。うん、で、まあ私たちはもう本当にその過去の選挙っていうのをまあほとんど知らない。ちょっとまあお手伝いね、川端も私もですね、お手伝いさせてもらったことありますけれども、それはもう単なるお手伝いレベルで、まあ別にその要は、参謀だとか運営側で行ってたわけではございません。はい。まあ単純になんかポスター貼りのお手伝いとか、まあちょっと動員とかで手伝ったっていう程度のことで、それぐらいの知識でまあ選挙に挑んだんです。はい。だからまあもう本当に手探りでやってたんですけれども、もう本当に、
ゼロからわからないんで、最初からわからないんで、いろんな人に聞きまくって、まあ、なんとかやってったんですけれども、まあ、そんなも含めてですね、あの楽しいというか面白い新しい選挙ができたのかなというふうに思っております。はい、まあね、あの僕の動画とか見てもらった方もうわーっていうことをたくさんあったと思うんで、まあまあまあ、でもそのあたり全部まとめてこの土曜日プレミア公開でやりますんで、皆さんぜひぜひ見立ってください。うん、で今後はですね、まあ私のことも踏まえていろいろやっていきたいと思います。はい、で、まあ、今までちょっとコメントもたくさんありましたけども、ちょっとあまりにもたくさん仕事が多すぎてですね、コメント返してない方もいらっしゃると思うんで、それはもうどうもすいませんでした。あの一応で、あの可能な限りあのコメント返してるつもりなんですけども、コメント漏れがあったのと別に無視してるわけじゃなくてですね、もう単純にあの見落としてるとかできなかったっていうだけの話なんで、すみませんけど、またこれからもコメントガン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 お願いいたします。うん、なのでプレミア公開、土曜日にやるプレミア公開っていうのはもうコメントガンガンできますんで、ガン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 書いてあってくださいね。なんか、うん。でね、やっぱね、僕もちょっとこう作戦変更が必要だとは思うんですよ。ちょっと今のやり方ではダメやっていうのはよく分かったんで、そのあたりも含めてね、皆さんのアドバイスよろしくお願いしますわ。ちょっとね、うん。なんか、よう分からんけれども、まあ僕はね、新しい選挙の、をやりたいんですよ。で、まあ、いろんなご意見があるとは思うんですけど、まあ、このネットでやってるのも、まあ、なかなかええもんやとは思うんです。うん。で、まあ、まあ、そこもね、まあ、土曜日のプレミア公開見てもうて、まあ、ちょっとあれなんですけど、いろいろ教えてください。まあ、ほんまにね、選挙はもう、ポスター貼りと応援弁士はしたことあるんですよ。僕は、市会議員選挙の応援弁士したことあるんですよ。市会議員ちゃうわ。市会議員。市会議員選挙と、府議会議員選挙と、うん、また福知山も市議会やったとか、うん、応援弁士はね、何度かやらせてもらっててですね。まあ、そんな。うん、で、まあ別にその人前でこう喋るのが苦じゃないですし、ラポールのね、動画、僕の話見てもらいましたけれども、もうすごい楽しかったです。正直ね、あれ楽しかったです、すごい。はい、いろんな人が聞いてくれてですね、気分いいもんで、あれまたやりたいなと、街頭演説やりたいなと思うんで、皆さん、ちょっと街頭演説するよ言ったら来てくれます？うん。で、あと、ね、結構ね、ほんまにもう本当にラポールと西駅だけでしか僕やってないんですけど、結構人聞いてくれて話してもら話させてもらってですね、まあ、視聴者さんの直接の話も聞けて、まあ、それはすごい良かったです。もうすいません、もうね、あの時はもう頭もういっぱいいっぱいで、なんか結構パニックってる状態なんで、また今度はもっとゆっくりお話ししてもらったらなと思いますんで、よろしくお願いします。多分お話できなかった人もおるんで、うん、まあ、特にね、西駅なんてもうぐっちゃぐちゃぐっちゃぐちゃだったんで、もうあの時はもう頭僕完全にピチーンって切れてましたから、すっごい行走やったと思いますけど。まあ普段はあんなことないですからね。割とこの何やろな、 YouTube とかではキャラ作ってるんで、割ときついキャラでやってますけど、普段あんな怒ることまずないですからね。うん、ただもう一番マックスでブチ切れた時があれなんで。まあこんなに西駅のが通常状態だとは皆さん思わないでください。はい、まあそんな感じでですね、まあちょっと今日別に内容があるわけではないんですけれども、まあもうね、僕的にはね、動画の放送を休んだっていうのがすっごい嫌なんですよ。うん、もうでもね、いろいろと大変で、まあ、もう体力的にも精神的にもね、まあ、精神的には別に全然いいんやけど、体力的な話かな、うん、とかも時間的な話とかで、うん、もう火曜日の放送できへんかったからすっごい嫌で、うん、まあ、今この休日なんでですけど、まあ、出社してですね、一応これは多分24日に放送する分として今ストック取ってますので、はい、23日に川端の挨拶、24日にこの動画をこれ今配信してるというわけですわ。うん、で、まあ、また明日ぐらいに、25、26、それ以降にはその動画撮っていきますので、まあ、そんな感じで、
ちょっとなんか内容が薄くなってますけれども、まあまあ僕のフリートークでもで申し訳ないですけども、なんかこうまた引き続きこのヤバいぜ舞鶴を応援してください、お願いします。僕は全く諦めてませんから、うん、もうほんまになんかこうデータを取ったって言うたらもう川端さんにはめっちゃちょっと申し訳ないちょっと言い方になるんですけども、このもう 市議会議員選挙でですね、もう素晴らしいデータの収集ができましてですね、かなりいろいろ分かってきたことがあるで、特にまあ僕がね今まで思ってたことと違う部分もこれ見えてきたとね、うん、政治というものがどう政治の裏側にあるものがよりこれはっきり見えましたし、まあ選挙というものに関してもいろいろ見えてきたと、うん、もうあの選挙を戦って、まあ、今までこのラインやったらもう一段落上に大きくレベルアップをしたと。で、まあ、さらにまだ上に行ける余地があるよなっていうのがよくよく分かった感じで、うん、あれはもうほんまにいい経験をさせてもらいました。うん、結果はね、まあ最終的には伴わなかったんですけれども、まあこれをバネにっていうかね、まあ、うん、もうすごいいい経験値になったんで、もうなんか要ははぐれメタル倒したみたいな感じで、プルルンとこの数段階。レベルアップしましたんで、今後の私森本隆ヤバいぜ舞鶴チームの戦いを、舞鶴市政に挑む戦いをですね見てもらえたらいいと思います。もうねほんまにでもね、みんなでね舞鶴変えましょうね。市民で本当に絶対舞鶴市民の力でその市政行政変えれるんだっていう、まあもう絶対の自信が今回の選挙で持てたんで、あ絶対いけるわと、うん、絶対勝てるわというふうに思ってます、うん、まあそんなことをですね、まあ今後もまたずっとお話ししていきますんで、よろしくお願いします。はい、また私の YouTube もまた大きくこれから変わっていきます。はい、もうどん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 進化していきます。はい、それはまあ本当に、まあ今はちょっと秘密なんですけど、まあ結構っていうふうなこと多分いろいろやりますんで、はい、ちょっとまあこのまあ11月の間にゴロッと変わっていきますので、いろいろ変えますので、はい、で新たなチャレンジやっていきますので、皆さん楽しみにお願いします。はい、それでは。